ニコライ・イバノビッチ・バビロフは、ロシア帝国、ソビエト連邦の植物学者、遺伝学者。農作物の起源の研究で有名であるが、ヨシフ・スターリンによる大粛清の嵐が吹き荒れる中、トロフィム類ンコ一派の陰謀で投獄され、悲劇的な最後を遂げた。モスクワの昇華に生まれる。弟は、物理学者となったセルゲイ・バビロフである。1911年に、 モスクワ農業大学を卒業し、1912年まで応用植物学研究所、植物病理学研究所に勤務し、1913年から翌年にかけウィリアム・ベートソンのもとに留学して、植物の病害抵抗性の研究を行った。1917年サラトフ大学農学部教授となり、1919年小麦のサビ病に対する抵抗性の研究。 1920年には栽培植物の平行変異説で注目された。1921年、ペトログラードの応用植物学研究所所長となった。1926年礼認賞を受賞。さらに1930年代には、モスクワのソビエト科学アカデミー遺伝学研究所所長。連邦地理学会会長などの養殖を兼ね。 ソビエトの作物改良研究の責任者となった。彼は食料の安定確保のためにも多様な遺伝子源を確保することが肝要であると考え、世界各地への大規模な農学、植物学調査旅行を行った。この成果に基づき、遺伝的多様性が高い地域がその作物の発祥地であると考え、幸い植物の起源についての理論を発展させた。さらに当時では、 世界最大の植物種子コレクションを創設した。研究の結果は、著作、栽培植物発祥地の研究にまとめている。しかし同じ1930年代に、メンデル遺伝を否定するとロフィムルイセンコが、政治的に勢力を拡大し、それに、真っ向から反するバビロフの学説を排撃するようになる。1940年ついに、ブルジョアテ形成科学者として、会食。 逮捕され、1943年にサラトフ監獄で栄養失調のため死去した。バビロフが収集した種子コレクションのうち、独祖船に際してドイツ軍が占領した地域の研究施設に保管されていたサンプルはオーストリアのグラーツ郊外のナチス親衛隊の研究所に運び去られた。しかし、コレクションの中核となるレニングラードに保管されていた。 サンプルは悲劇的なレニングラード包囲戦にもかかわらず影響を受けなかった。標本の種芋を守りながら自ら和菓子した研究員の話も伝えられている。バビロフはスターリンの死後の1955年に名誉回復された。ソビエト科学アカデミーはバビロフ賞とバビロフメダルを創設した。バビロフは1929年に日本を訪れている。北は 北海道から南は当時日本の植民地であった台湾、朝鮮まで行って日本の学者との交流を行っている。札幌では北海道帝国大学の明峰正夫教授に会い、寒冷地の北海道で栽培されている稲品種の種子を求めたが明峰教授はこれを拒否している。京都では京都帝国大学の同じ小麦の遺伝学者でお互いに親しかった。 木原仁志教授に会い、栽培植物の起源と題する講演を英語で行っている。九州では、九州帝国大学の森永俊太郎教授に会い、稲の研究はあなたに任せる。というようなことを述べたという。バビレフは、植物の学名で命名者を示す場合に、ニコライ・バビロフを示すのに使われる。ウィキメディアコモンズには、ニコライ・バビロフに関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。